はい、こんにちは。今日は2024年2月28日水曜日、午前9時44分ぐらいでしょうか。今日もね、ここ、生き目の森総合運動公園に来ました。この自転車、いつものね、ステイミオン号に乗ってやってきました。はい、昨日もね、ご紹介したんですけど、今日もね、また歩きながら、生き物森運動公園をご紹介していきましょう。まあ、いつもね、撮ってる映像なんですが、昨日とは違う今日があるんではないかなと思っております。でね、明日がね、天気悪いんですよね。雨が降る予報が出ているんで、まあ、実質的にね、晴れの日のキャンプは、まあ、今日で終わりかなと思っております。またね、10時前ということで、お客さんは昨日よりかは少ないですね。ほら、人はパラパラパラと声がするぐらいで、ゲート前には誰もいらっしゃいませんね。まだ開いてないお店もあるのかな？はい、パラパラパラとお客さんが、来ておりますけど、今日もね、2024、九州宮崎ベースボールゲームズ福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズの試合が行われます。はい、ホークスビレッジの看板です。もうこちらイベントは今日もありません。こんな感じね。で、本日の練習メニュー、今日は12時半から試合が行われます。はい、ようこそ。今日も来ましたよ。はい、少ないですね。まあ、少ない方がゆっくりと見学することができるんでいいですよね。まだお店も開いてないところがありますね。今日はね、埼玉西武ライオンズとの練習試合なんで、山川選手の古巣の西武とどう対決するのかっていうのがね、楽しみではありますよね。はい、いつもの美味しいもの、今日は何を食べようかな。あ、なんか美味しいものがありますね。まだ朝が早いんだけどね、今日お昼何を食べようかを考えながら歩きましょうか。肉巻きおにぎりもいいかもね。カレーもいいな。串焼きもいいな。昨日はね、インド料理サジョワンのホットコーヒーと岡崎フードの黒毛和牛焼肉丼をいただきました。はい、今日もね、スタンドまで行きましょうか。ステーキ丼、いくらなんだろう。おお、1200円、いい値段ですね。炙りチャーシュー、こま丼、あ、美味しそうだな。まあ、そんなにお腹空いてないんだけどね、こんな看板見ると、美味しそうですよね。豚丼もいいな。お好み焼き、いいですね。こちら、出待ちをするファンの方は少ないけれど、選手の移動はありますね。選手の方は移動してますね。選手が移動するとファンの方も移動してますね。あ、練習やってるわ。また後で向こうに行きましょうか。またスタンドに行きまーす。今日もね、一塁側で見ようかな。お、選手来た。
一塁側で今日も見たいと思います。三塁側もいいんだけどね、三塁側に行くとホークスのベンチの様子が見えないからね、逆方向がいいですね。はい、アイビースタジアムです。いつもご紹介しているアイビースタジアムです。よし、一回スタンドに行きましょう。外れくじ夏の抽選会となっておりますが、景品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 、シーソーでご用意しております。はい、これは時間が早いんでね、お客さんは、少なめですけれど、よっしゃ。練習やってるかな。お、やってるやってる。もう練習やってますね。この音楽がね、YouTube 的にアウトなんですよね。昨日の動画もね、初音ミクの音楽かな、あれが流れていて、収益はできました。でもね、共有です。分配という形で収益化できました。ホークスの練習、西武ライオンでもいますね。結構今日も多くの方々がスタンドには減らしちゃいますね。よいしょ、一回上に上がりましょうか。またこの音楽だよね、多分これで YouTube 的にアウトになったんだよね。まあ、アウトというか、動画を見ることはできるんで、そんなに大きな影響はなかったですよね。よいしょ、前回もねこの付近で撮りました。はい、こんな感じでこれからお客さんが増えていくと思います。はい、また後ほど。
ます。はい、少し早いお昼でございます。今日はね、こちら炙りチャーシューこま丼です。そしてコーラもね買いました。ゆっくりと味わいたいと思います。いただきます。よいしょ、お昼ご飯食べ終わったんでね、スタンドに行きましょうか。今回のね、キャンプ飯、炙りチャーシューこま丼ですか。今回食べたね、キャンプ飯の中ではね、一番美味しかったです。わあ、もうね、出待ちの方いらっしゃいますね、多いですね。で、はい、さっきよりもね、1時間前よりもお客さん増えてますね。はい、とこれからスタンドに行ってね、早めに座って練習の様子をね、見たいと思います。わあわあ、今日も多い、今日も多いです。よっしゃ、お腹いっぱいになったんでね、ゆっくりと座って練習の様子をね見たり、今日もね、あの動画で、ご紹介します。YouTube チャンネル CMM2 の方でね、試合の様子ご紹介しますんで、全部のね試合の内容はねお伝えすることはできませんけれど、はい、あのね、選手の皆さんがね活躍してる様子はねなるべく、撮りたいと思います。よっしゃ、今日もね一塁側さっき言ったあたりに座ろうかなと思います。よっしゃ、まあ昨日はねちょっと撮影一部ちょっと大変だったところもあったんですけどね、今日はそういったことがないように撮影したいと思います。よっしゃ、おう、しばらくの間お待ちくださいませ。ああ、そんなに多くないか。またこれから増えていきそうですね。よっしゃ、じゃあ上に上がろうかな。よっしゃ、昨日座った同じ場所に座りましょう。一番上です、内野の一番上、ここ、はあ、まだね席は結構空いてるんですけどね、はい、ここに座って試合の様子を見たいと思います。また試合の様子はね、さっき言いましたように CMM2 の方でご紹介したいと思います。ほんじゃまた後ほど。はい、今日の試合が終わりました。よっしゃ、じゃあ戻りましょうかね。よし、よし、よし。今日のね試合の模様はね YouTube チャンネル CMM2 の方でね、動画を、投稿しますんで、よろしければどうぞご覧くださいませ。よいしょ、
これから、球場をスタジアムをね後にして帰りましょうかね。今日はね早い時間から試合が始まったので、終了時間もね早くなりました。ゆっくりまたチャリンコに乗って帰りたいと思います。ちょっとねこう試合後半からね寒くなってきました。風もね出てきましたね。まあ、これから、天気はね下り坂に向かっていくということなんで風邪をひかないように気をつけたいと思います。わあすごいな、やっぱ多いな。ゆっくり行きましょう、ゆっくり。こんな感じですね。いいです。ここは何だろう、エレベーター階段があるんでね。まあ慌てる必要はないので、まあ、ゆっくりと行きましょう。行ってないと思うんだけどね。でも多くのお客さんがスタンドにいらっしゃいましたからね。やばい、今右側をやってる。よっしゃ。マジさん行くね。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。お客様にお願い申し上げます。会場には小さなお子様もいらっしゃいますので、どうぞ後方にお客様は押さないようにお願いいたします。お客様にお願い申し上げます。会場内には小さなお子様も、出待ちをする皆さんもいらっしゃいますね。お客様からで、バスが来てますんでね、出待ちの方も多いですよね。西武ライオンズのバスも来てますからね。これが西武ライオンズのバスかな。3台ほどありますけど、いやすごいすごいすごい。もう今日はもうまっすぐ帰りますんで、ここで出待ちしません。こんな感じですね。西鉄バスか。よし、じゃあゆっくりと戻りましょう。
まあ明日はね、ちょっと雨が降るという予報ですね。まあ、せっかくのキャンプ最終日なんですがね。まあ雨が降らなければまた明日も生きみの森運動公園に足を運びましょうかね。明日まで2024九州宮崎ベースボールゲームズが行われます。よっしゃ、またホークスビレッジを通って帰りましょう。今日お昼に食べたね、炙りチャーシューこま丼、これ結構ね美味しかったですね。これまで食べたキャンプ飯ではね、まあ一番美味しかったです。具がねたくさんあったん でしかもねご飯もあったかかったんで、よかったです。これまでのはねもう作っていたのを販売していたんで、もう完璧に冷えていたんだけどね、はい、今日のは良かったです。美味しかったです。よっしゃ、さっきね結構消防車のサイレンが鳴っていたんで火事が来たのかな。今救急車が走ってますよね。火事かな、心配ですよね。よし、こちら側です。ホークスビレッジもさようならね、お世話になりました。でね、抽選補助券、補助抽選券がね3枚揃ったので1回抽選したんですけれど、まあいい商品はもらえずに、なんか観戦チケットの割引券かな、公式戦の観戦チケットの割引券をもらいました。まあ福岡ペイペイドームにね行けないからね、行ければいいけどな。またお金を貯めてペイペイドームに行きたいと思います。えらい救急車走ってますね。この近辺で火事があったんでしょうか、ちょっと心配ですよね。もう終わり、よっしゃ、ちょっと風が出てきました。慌てずにゆっくりとね自転車に乗って帰りたいと思います。あ、そうそう、今回のパンフレットはこちらです。パンフレットをねもらってきました。よっしゃ、はい、自転車はいつものところに置いてますんで向こう側に行きましょう。よっしゃ、ちょっとねカメラの向きを変えましょうか。よっしょ、はい、ということで今日もね、よっしょ、はい、今日もね楽しく、練習試合をね観戦することができました。帽子かぶってるんで、はい、これからねまた、自転車に乗ってねアパートに、帰りたいと思います。はい、最後までねご覧いただきありがとうございました。今回この辺で失礼します。ほんじゃまた。